〇〇はメンタル疾患に効果がある。牛さん、断食って精神病に効果がありますか？こういうのよくあるんですよね、すごく。例えば何か食べ物とかがメンタルに効果がありますかとか、こういう生活習慣が効果がありますかっていうね。でも私のこの本とかを読んでほしいんですよね、だからね、ちゃんとね。生活習慣に関してはこれ全部書いてあるので、ブレインメンタル強化大全ね。これ読んでほしいんですけども、断食に効果があるというのはどこにも書かれてないと思うんですけども、世の中いろんな論文が出てるんですよ、科学論文っていうのがね。だから断食がメンタルに効果があるっていう論文が出てるかもしれません。あと何とかという食べ物がそのメンタルに効果があるってのは出てるかもしれないけど、それは1個か2個の論文なわけですね。例えば運動がメンタルに効果があるっていうのは何百個の論文も出てるんですね。そうなった時に、じゃああなたどっち優先にしてやりますっていう、例えば断食がメンタルに効果があるっていう論文が例えば5個出てるとしましょう。運動がメンタルに効果があるっていう論文が500個出てるとするんですよ。あなたどっちから先にやります？1日に30分の運動でメンタルが良くなると、一方で断食するとメンタルが良くなるっていうの、おそらく500個の論文が出てる方を優先してやった方がいいんじゃないのっていうふうに私は思うんです。それがエビデンスっていうことなんですね。論文1個が出てもエビデンスではあるんだけど、小さいんですよそれは。だけども何百とか場合によっては何千っていう論文が出て、そういったものが支持されるっていうのはものすごくエビデンスが厚いっていうか、しっかりしてるっていうことですね。だからエビデンスがはっきりとしてるもの、そういう科学的にある程度しっかりとした根拠があるものを優先してお伝えしています、私はね。なので断食がメンタルに効果があるかどうかっていうと、ある人もいると思うし、ない人もあると思うんだけども、よくわからないっていうか、はっきりとしないっていう部分がありますので、今こうやって動画見てる人で3万人とか10万人が見るわけだから、あまり無責任なことって言えないんですよね。そうなってきた時にはっきりとは分かりませんっていうのが一番正しい答えなのかなというふうに思います。運動がメンタルに効果があるっていうのはものすごいたくさんの研究結果が出ていますので、堂々とねお伝えできるという形になってきた時に、いろんな論文が出ていろんなものが健康にいいって言われてるけども、論文の数がものすごく少ないものとものすごくたくさんあるというもの、あとメンタル疾患においてかなり効果がはっきりとしてるものとそうでないものっていうのがあるわけですね。だからメンタル疾患にものすごく効果あるものを優先して私の本やこういう動画でお伝えしてるので、どれを先にやるかっていうことで言うと、そういうエビデンスが厚いもの、だから私がしつこく睡眠運動朝散歩をやんなさいっていうふうに言ってるのは、いろんな論文やそういう研究結果がね、そういったものを示しているから優先してやってほしいことを言ってるので、睡眠運動朝散歩まずしっかりやった上でね、考えていけばいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ科学的な根拠がしっかりしているもの、睡眠運動朝散歩的なはっきりと効果が出やすいものから順番に取り組んでいっていただきたいなと思います。